忙しい忙しい、朝は忙しい。やっぱ俺綺麗好きなんでね、こうやって朝ホールの掃除をするとこから始めるっていうね、清めの儀式でございます。掃除してさあ、というわけで角にしか開いてないじゃん。ちょ見てくださいこれ、ほら昨日5000枚出てんじゃん。とりあえず行きましょう。ブラックジャック1台開いてるよ。いやー俺 AKB 打ちたいんだよな。ヨッシーはどっちがいい？こっちがいい？本当？俺 AKB 打ちたいっつったよ。ヨッシーがもう絶対こっちの方がいいとか言うからさ。この番組でルパン打ったんでしたっけ？しょうがねえなー。最終決戦、もう何度も打っておりまして、初めて打った時にもうなかなか面白いじゃないかということで、最初点数が低かったのが、途中で7点まで上がったんですが、今2点で落ち着いております。10点満点。非常に初当たりが重い。とにかく重い。当たらない。当たると面白いんですよ。ところが当たらない。コンセッテっぽい台を打った時に負けはしなかったんですが、ちっとも連チャンせず、おはようございます。パチスロ界の一国堂、沖ひかるでございます。あれ声が遅れて聞こえてくるねえ。さあ練習したんですけどね、これでもね、懐かしのリオちゃん。ブラックジャックのゲーム性自体は僕はあんま覚えてないんで、新鮮に打てるかなとは思うんですが、ステージが変わらないこの台を打ち続けていいものかどうなのか、すでにもう不安なんですよ。お宝ちゃん、あらららら、もうやめらんないですよ。何が出るかな。あ、結構いいな。あ、もう全長だ、ただの。これがまあチャンスゾーンに入るかもしれない全長です。緑行った。あれを楽しませてもらおうか。あ、ゼロではない。あ、ゼロです。準備は整った。おいチェリー、ほらね。あ、これ強チェリーっぽいですけどね、多分強チェリー。星3つルーレット、はい。動かねえのかよこれよ。これが動くだろう普通。あー、これな。一発で当たっただろう。一発で当たったよ。一発超ラッキー。トランプ昇格抽選、はい。え、なんなんだよこれよ。レグ、レグっすか。うわ
いやダメっすね、最悪最悪っす。俺島で一番だわ。消化中に疑似ボーナスのストック抽選、だんだん分かってきました。はい、何も引いてないのに発展。おい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 、来るよほら。はい、はいはい、回ってる。全く意味わかんないけど来ましたね。おお、上がった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 よね。ああ、さあ白白白、リオレグでしたね、リオレグ。終わっちゃったよ、163枚。とりあえず朝一の挙動としては超最高っすね。だから言ったじゃん俺、 AKB じゃなくてブラックジャックだって。それをヨッシーがAKB の方がいいだろ。危うく騙されるとこだったよね。はい、来た。ショートフリーズ来ました。2行こう。3行こう。よ、3行った。4。ああ。さすがにこれは強チェリーだよね。はい。はい、発展。ここ。うわ、弱い。弱いけどチャンスカード出ました。ああ、いいじゃんいいじゃん。おお、勝った勝った。おおお、いいね。ビッグ。あ、J から入った。 J から、 JJ、 これは行くんじゃないですか。エースになったら多分なんかいいことありそうじゃない。はい、うわ、あ、でもビッグです、ビッグ。よいしょー、おはようございます。チャンス告知と完全告知とブラックジャックとあと告知と、まあ最初は無難にね、チャンス告知でいきましょう。はい、さあここでストックを貯めていっぱい出すっていうゲームなんだよね、多分ね。終わってしまいますが、250枚近く取れるんですね。234枚、なるほど。単発でした。チャンスリプレイ、リプレイ、チャンスプラム。ああ、緑。ああ。それなのに、え、ってこと揃わないの？いや、これ。うわぁ。俺様に不可能って文字はないんだぜ。いや、全然わからないですよ、あんまり。これでね、でもラブスコールに行ったりすると、ちょっと期待度が高まるんですけど。左、赤。もうこの選べる画面に行った時点で違います。これはもう全部期待度はほぼ一緒。僕はもうこれ一択です。お遊びもここまでよ。でリールが出てきて、昔のルパンと同じように
液晶上でリール狙うと楽しめる。基本あこれもリプレイの予告音ね。で初代のルパンと一緒なんでリプレイの予告音出てるからもうバーがすっ飛んだ時点で確定ですね。あ当たり当たり当たり。これ次でタイプライターが出ます。これ当たってるからいいんだけど星3つの時でもいきなり出たら平気でガサります。でこれで下をボヨンと押してパーティーの始まりだ。これでようやく当たりです。世界一のオーバロブを加え俺様のことだ。おいきなり来た。これは当たればダイヤがたまります。ダメでした。僕ダイヤ1個なんで1回しかやれません。ボタンの色で鍛えとか違うんだけど。はい、終わりです。今日チェリーです。大丈夫だ大丈夫だ。ほい来た。あざます。面白い面白い。ビッグまだまだ。ほらこれなんか押すんだよ。隣の人押してたから行くよ。おお緑。うわー緑ビッグ。ダメだなって言ってる時にまた赤いんだ。これせっかくだからでもちょっとあがいてみようか。前日前々日全く出てない台に。よしこれ前日もなんとかなりますかね。あ逆回転で赤、逆回転で赤。あウィンだウィン。すげえ面白い。おい来た。あえこれストック確定ってこと。はい。あストック1個ラッキーラッキー。ああ来た来た。さすがやるわね。とりあえず通常ボーナスビッグゲットでございます。本日2回目ね。完全告知いってみましょう。ベッドいらないじゃんこの台。これベッド叩かないでこうやったらマックスになって2回叩いたらベッドいらないんですよ。まあ、今リプレイしたけど。おお342ストック。もう2個ぐらい上がってくれ。あーいしょ白白白よしやった。いくよいくよ。
まだまだ黄色にはなった、緑になる、よい、まだ赤、あ、赤だった、これ6じゃねえ、マジブラックジャックにします。これミントと対決するパターンじゃない、ほらほら、うわー20かよ、すげえ。まあここはネクストあると思うんだよね、3とか4とかで、ほらよし来た、これ F だよ、これ 100%F だ、ほら来た、アジャスアジャス、あ、発展した、ああ20ね、3ぐらい、3、あ、お、勝った勝った、さあここ、はい、おい来た、はい、うわ、いやー白白、岸辺白、よし、これ終わんないんじゃない、だってもしこれが赤だったらさ、いくぞー、あー、あ、せめて黄色にはなろうぜ、諸行無理だ、あー、あれ全然ダメだ、いくぜ、全然ダメな時にいい役引いてるの、ちょろいもんだぜ、え、最高の音色だっただろう、こんな珍しいことないです、何の演出なしでもリーチ目出ることはありますかね、第一停止でこう押した瞬間にタイプライターとかもあるんだけど、うわーダメだった、さあ9からスタートしますんで、おい、まずは10目出しよう、10目出しよう、夫婦演出、夫婦演出、あっ、これは、はい、なんかいい音鳴ってるよ、ストックタイムだ、あ、ストックタイムだ、50ゲームありますよ、頼む、あ、来た、よし来た、一発目一発目、あー11、びっくりしょびっくりしょ、ラスト優勝会社、ふざけんなよエンドってよ、はい、まあこれビッグなんでね、ビッグ以上なんで白、はい、ちょっと半端じゃねえっすか、黄色にはなるよね、まず、いやブラックジャックで、ブラックジャックでいきます、ブラックジャックお宝ちゃん、カウントダウン7ぐらいから始まるのもある、これがまあカウントダウンの最後、ああチャンスリプレイ、しかもでかい、まあ行くんでしょう、最高の音色だっただろう、なんだ、楽しませてもらおうか、あれ黄色のままじゃん、あれデカチャンスリプレイ、しかもカウントダウンが5から
緑だったけど。いやこれ。いやさすがに行くよね。いやこれ。フジコはやめとけとか。はいどうもお疲れ様でございます。パチスロ界の加藤勝、沖ひかるでございます。僕が腐ったみかんだった頃は学校の放送室に立てこもるなど遠い昔の思い出ですよ。くれな実践開始、ビッグ終了後0時からっすね。0G です。松 G じゃないよ。0G から。今日チェリー 50%、ベル 25%。おい。上で。来たぞ。何か起こりそうだぞ。カウントダウンもまた出せるのか。まさか。やべ。逃げ。カウントダウンだけは信頼度高いと思ってたのにな。ここは俺が、もっと俺を信頼しろって。で、何でもない時に引いた強チェリーで行くっていう、なんだそれパターン。びっくりしたよ。懲りずに行くよ。うわ、ちょっとだけチャンス。弱いけどちょっといいよ演出が。でもダメか。300ゲームいきますね。カットインチャンス、はいチャンス。お、チャンス目だこれ。来た。これチャンス目でしょう、ね、ほらほら、どうした。おー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 おお、星5つ。はい、勝ちました勝ちました。あれ星4つに減ってんじゃん。こいつ負けたじゃん俺。2回やって2回負け。ああ勝った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 。はい勝ちました。ネクストだよね、ネクストだよね。はい、6が出ます。あー5が出ます。はい、あざーす。おはやもん。さあここでビッグ。うわー5か。5は弱いね。終わっちゃー。白白締め一徳。どちら。そうだよね、そうっすよね。すごいもんだね。
ようかな。ここでひよったら負けだな。お遊びのことだ。ほら来い。あ、来た。びっくりした。あー、びっくりした。ついに来たよ。おい、普通にベル揃ったらお前許さねえぞ。あー、これ二角です、確か。あれ、嘘でしたね、嘘でした。全然覚えてねえんだろ。まさか揃って終わりとかじゃないの。あ、プラムテンパイが二角なんだ。そうだ、一コマ滑ったらベル外れてビッグ、プラムテンパイでだから二角なの。ダメじゃん。あ、なんかストップは遅れてないか。遅れてない。だいたい1000ゲーム超えたあたりでなんか謎の当たり方するんだけどね。ほら謎でしょ。任せたぜ。謎の当たり方です。ガチャ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 、直撃で当たるんですだ。じゃあ何だったのかっていうね、今までのチャンスを。あー、33,000。世界一のオランダロイヤルゴー、ダイヤゲットだぜ。ヒット取れた。爆弾出た。お、あららららららら、合格では一個もたまらない。約束だな。2まで行こう。はい、3まで行こう。よし、4まで行っちゃえ。ああこういう演出好きよ、オイラ。はい、いいよ、いいよ。当たってますね。まあまあ、いや、ちょっと待って、当たってないのか。やめろよ。復活。よー、来た。本日初の復活出た。ありがとう、ありがとうございます。4スタートはつらいよ。はい、あ、ラッキービッグ。4でも諦めるなかれね。はい、やりました。レアルティにつなげたいよ。はい、ブラックジャック。これはもうこれしか選ばないからね。危ね。
一元目スイカ終わった。あ、お、最後でストックした後乗せかなんか分かんないですけど、後告知か分かんないけど、ラッキーラッキー4スタート。はい、あー、お願いします。納得のレグ、納得のレグですね。ほーほー、うわー、双子ちゃんが出たよ。あれ？え？チャンス？チャンス目だ。チャンス目ですね、これはね。チャンス目でフラッシュとかしないんだね、この台はね。ここでレッド。うわっ。1か2か3か4。1か2か3か4。あ、勝った。あげます。おはえもん。よし、よし。やるわね。やりました。一回これでやってみます。ミント。いくよー。ちょっとね、流れを変えよう。お、プレゼントゲット。赤いよ、しかも。赤で入ってる入ってる、ほらほらほら、来た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 。プレゼントチェック、 SP ボタンでプレゼントをチェックいきます。はい、ほら来た、ボーナストーク1個いきます。はい、もう一度ラスト、ラスト、はい、あー、なるほど、わかりやすい、わかりやすい。はい、わっ、ピック、よしよし、よし、お待ちかねタイム、よし、黄色になった、緑、よしよし、赤になった、なっちゃえ、おい、まあいいでしょう、まあいいでしょう。じゃあミントにするわ。あ、ついにガイが音を上げ始めましたよ。さすがにこうなっちゃうともうやめるにやめられないわけですけど、どの道部下もうやめるつもり全くないんですけど、トータルのねゲーム数が1380ぐらいから始まっております。どこまで行くのか見ててください。やっちゃった、やっちゃいました、やっちゃいました、すいません、すいません。黄色までは行くだろう、はい、緑も行くだろう、よし、赤まで、よっ、あ、まあいいでしょう、まあいいでしょう。祭りだよ祭り、前代ボーナス入ってるブラックジャック、今すごいすごい。これは本当もうちょっと失礼かもしれないけど、当たる当たる詐欺と言わざるを得ないよね。もう300ゲームだよ。
約370ゲームぐらいかかりました。ジャイアント城田、よしよし、おお青になる青になる、今俺赤のこと青って言っちゃった間違えて、流れはないよね、あれ赤って言わなきゃダメだから。マジかこれ、初めて継続しました。始めようぜ、あ、赤字だ、うまくいくぞ、パーティーの始まりだ、ロイヤルライド、これで一応次は継続確定ですね。もう当たっちゃう、今のところは外れまくって、なんかその間にレア子役を引いた方が、まあ、ちょっと得なんです。なあ、なぜか当たる、よしよし、終わった。頼む。ちょっと俺そわそわしだそうかな。どうすか調子は。激切れいや好きで打ってんだからしょうがないよね。それは死ぬほど嫌いです実戦終了、お疲れ様でした。いやー平成の激切れくんがその後どうなったのかちょっと分かんないんですが、完全にブラックジャック2、そして最後ジャグラーでレグ2回、え、飲まれたってこと？うんうん、ちゃんとこう持って移動しました。時間合わせってこと？なわけないじゃないですか。そんな、いやいや、うんうんって言ってた人聞き悪い、違うでしょ、おっしゃる、最後、うん、まとめですよ、まとめ、結果総投資朝一の賞1枚のみ回収、うん、704枚よ、あ、拍手、勝ちましたよ。激切れくんはね言っとくぞ、ルパンはクソだよ本当に、あれね、すがすがしいまでのクソっぷり、そして銭形ステージのもう突き抜けたあの詐欺っぷり、もう恐れ入りました。あ、そうですか、参りました本当に言っときますよ、いい台を掴んでいい展開になったら隣の人みたいなあのビシビシ来てたでしょ、あれはもう認めざるを得ない楽しさ、僕の場合だけ見てたら誰しもが0点だと、ひどいんだ、なんことはないですね、ひどいんだからひどいよね本当に二度と打たないで、もし打ってるとこを見かけたら110番もうぜひ110番はありました、あいつが嘘をついてる僕これから多分ハッピーになりますね、ああいうスペックの台がいっぱいあるわけでしょ、まだ打ってないのが、あのー、相当楽しい、ルパンもそうですよ、言ってもいいとこは他の番組とかでさ見せたりできた、いやだからそれを見せたいって思って何回も打って何回も切れてるんですよ、この間も俺液晶全部刺すです、もう何にも見てる意味ねえからそうブワー
本当俺にねルパンのこと質問したら1時間以上語ってやるからな本当に覚えとけよこの野郎奥さんこの後ルパンについて絶対行かない絶対聞かないです